石井監督が活躍しすぎて大使から表彰される。クラブワールドカップで鹿島アントラーズをアジア勢初の準優勝に導き、鹿島の選手と監督両方で年間優勝を達成した石井正忠さんが表彰されました。今回石井監督が授与されたのはタイの日本国大使館による在外公館長表彰。現在ブリーラムユナイテッドを率いる石井監督がスポーツを通じた日本とタイの相互理解と友好親善に貢献されたとし、同じく鹿島 OB で現在チョンブリー FC の監督を務めるテグラモリさんが見守る中、大使公邸で表彰されました。この在外公館長表彰ですが、過去には鹿島アントラーズのアルシンドさんがブラジルで授与されており、表彰される時に友達なら当たり前と言っていましたね。ちなみにアルシンドさんの息子でプロキャリアを鹿島でスタートしたイゴール選手が7月末に石井さんと対決されたそうです。昨年甲府にいましたが香港リーグでは MVP を取るなど活躍しており、インスタグラムでちょくちょくプレー集を公開しているので気になる方はチェックしてみてください。石井監督が率いるブリーラムユナイテッドには現在マリノスでプレーしたティーラトン選手や鳥栖にいたキム・ミンヒョク選手が在籍しています。このクラブで石井監督は2年連続国内3冠という偉業を達成しており、就任1年目はシーズン途中の就任であるにもかかわらず最優秀監督に選ばれています。もちろんタイリーグ史上初めての快挙で、2年連続3冠がかかった FA カップ決勝では中立地開催ではなく、なぜか相手チームのホームで開催されるという不可解なことが起きました。誰かの圧力なのか考え方の違いかは分かりませんが、タイ代表へのオファーもオーナーが勝手に断るなど予想外のことはいろいろ起きているようです。石井監督の契約は残り1年、今季はリーグ戦の無敗優勝や3年連続の3冠が期待されています。